ついに羽生結弦選手がオータムクラシックに登場で、大注目だった史上初の4回転ループを成功させ、88.30 点で首位に立ちました。ニュースでも、羽生結弦、史上初の4回転ループ成功、今季初戦でショートプログラム首位とか、大きな話題になっていた。しかし、当の羽生結弦選手としては、納得できなかったようで、演技冒頭で大技を成功させたのですが、その後は、連続ジャンプが1回転となった上、転倒。フィニッシュポーズの後は、羽生結弦選手が、がっくりと肩を落としていたのが印象的でした。ニュースを読んでみた。フィギュアスケート男子のソチ五輪金メダリスト、羽生結弦が、9月30日、日本時間10月1日、今季初の実戦となるオータムクラシック、カナダ・モントリオールに出場し、世界初となる4回転ループに成功した。ショートプログラムは 88.30 点で、2位に 8.78 点差をつけての首位発進となった。上下白に、黒のマーブル模様のベストをスラッと着こなして登場した羽生は、ショートプログラム、レッツゴークレイジーを披露。演技冒頭、4回転ループに挑戦すると、美しく着氷した。GOE、技の出来栄え点も加点がついた。9月24日まで行われた、ジュニアグランプリシリーズ第5戦スロベニア大会で、米国選手が4回転ループに挑戦。着氷はしたが、氷に手をついたため、国際スケート連盟の広報担当者が、この日までに、これは成功と認めないとしていた。その後は、連続ジャンプが1回転となった上、転倒。米国のロック歌手プリンスさんのアップテンポな曲調に合わせ、軽快なステップを刻んだが、ミスが響いて得点は伸びなかった。両腕を突き下ろしたフィニッシュポーズの後は、がっくりと肩を落とすと、顔をしかめながら転倒した位置に戻り、氷を2度踏んで悔しさをあらわにした。1日、同、2日にフリーが行われ、羽生は、久石譲さんの楽曲を組み合わせたピアノ曲、ホープ&レガシーを披露する。ネットの反応。羽生結弦、最高です。羽生結弦、フィギュア、大谷翔平、日ハムリーグ優勝、瀬戸大也、水泳リオ銅、萩野公介、水泳リオ金、ガミッテル鈴木誠也、カープ、リーグ優勝、ベイカーマシュー、柔道リオ金、土星沙羅、柔道リオ金、暇で調べた、みんな94年の代、同い年すごすぎる。プリンスのレッツゴークレイジーを、きっかけに、羽生結弦くんのファンが、プリンスを知ってくれて、プリンスナイトに一人でも来てくれたら嬉しい。今季は白衣装が流行りなのかな。宮原さと子選手、白フリー、グレイシー、ゴールド選手、白フリー、羽生結弦選手、白ショートプログラム。本番でループ成功にびっくりしたけど、それより88点にびっくり、羽生結弦、史上初の4回転ループ成功、今季初戦でショートプログラム首位。私も対談してもらいたい。というか、主人フィギュアスケート好きなんです。すごく。次女が辞めるのを最後まで止めて反対したの主人です。羽生結弦さんも、日本の誇りだと毎シーズン。今回は4回転ループこそ成功したけど、全体の演技が、彼にとっては未だ未完成に過ぎましたね。なんなの久しぶりの動く羽生結弦なだけで、もう頭パラダイスなのになんなの。すごいな。張り詰めた空気の中でも、ベストな状態をキープするように、私もなりたいな。さらに上を、さらに完璧を。すごいよね。今季の羽生くんのショートはプリンスなのね。史上初4回転ループ成功おめでとう。オータムクラシック男子ショートプログラムで羽生結弦選手が4回転ループに成功。丁寧に飛んだクアドサルコウトリプルトーループは転倒して 88.30 点でした。レフェリーは4回転ループは ISU の公認大会で初めての成功。そしてこれらの中で注目はこの2つだった。羽生くん、大技は成功させたようだけど、88点ってことは、多分羽生くんにとっては、体慣らしなのかな。シーズンも、始まったばかりだろうし。これから、羽生結弦選手、4回転ループ世界初成功とのこと。快挙ですね。ご本人は、ショートプログラムの出来栄えに不満足だそうですが、それでも首位発進。フリーは、納得できるものになりますように。そう、本当に始まったばかりで、出場さえ危ぶまれる状況であった。肉体的にも精神的にも不安があったオータムクラシックで、これだけの結果を出せる羽生結弦選手は素晴らしいの一言に尽きる。明日のフリーでは、ショートプログラムで悔しい思いをぶつけるだけでなく、
リンクの上に戻ってきて滑れるという喜びを体全身で表してほしいものだ。それこそゆずの素晴らしい魅力を引き出す力になるはずだ。